すぎましてね、ちょっと喉をやられてるんで。マークセイクの松浦です。よくそう。あんまり少人数でいることがないんで、結構圧迫感ありありな感じですけども。皆さん若いですね。40代、30代。30代。いくつなの？38です。ああ。そうですかね。じゃあ、いろいろ感想も含めて、いつかしたくさん、いろんな質問をいただいてるんですけど、できれば皆さんの口から聞きたいことを聞いて、それに僕は答えてるやり方でやりたいなと思ってますので、順番にいきますか？もうどんなことでもいい。じゃあ、自分で言いたいことがあればいいし、準備を見ましょう。はい。はい、両方いましたね。はい、中部産業連盟の石川と申します。どうも。ここにいるメンバーはですね、経営後継者ということで、私ども、13年の方で研修塾というのを毎年行っております、うん、今回そのメンバーでございまして、うんうん、まず自己紹介がてらですね、はい、気づいた点とかですね、感想とかですね、自由に述べてもらおうと思っております。よろしくお願いします、はい。飯原工業、飯原と申します。よろしくお願いします。私どもの会社の方はですね、バネの方ですね、スプリングの製造からスタートをしてまして、今創業60年超えています。素晴らしい。で、私が一応3代目ということで、今の予定で再来年の1月には、社長を継ぐということで、何人ぐらいの会社なの？今70名。売上はどのぐらい？売上が12億です。いい感じじゃないですか。まあ、お客さんの方は、はい、トヨタさん1本というわけではなく、うんうん、名古屋では珍しいんですが、電力さんだとか工作機械だとか、うんうんうん、各お客さんの 20% ぐらいをマックスにという形で、いろんな分野のもの、うん、こちらにあるもので言いますと、後ろにある事務用の椅子ですね、はい、あれの中に入っている背もたれだとか、うんうんうん、あとはパチンコ屋さんの椅子のスライドのバネがいいです、ね、あれで大体全国シェアの8割ぐらいのものをうちの部品で作っているというような形で、バネから始まって今機械加工、溶接、うんうん、金属なのまあ何でも加工しますよと、うんうん、いうような形で多品種を持って生産しております。で、まあ今日ちょっと工場の中で気がついた点は、季節のある工場を、譲り受けてとか買い取って、はい、工場を作られているという中で、すごいエア電気が全部上からぶら下がってたんですけど、うんうん、まあ、あの辺全部やり直しをされたのかな。もちろんそういう形で、はい、で、まあ、非常に耐震の部分、うん、非常にされてるなというのがまず一つ感じました、はい。うちなんか、うん、倒れてくると潰れるかなっていうようなものがいくつかあるんですけど、うんうん、まあ、参考にさせていただける部分はしていきたいなと思ってますが、はい、まあ、うち重量あるんで、まあ、重いものを上に置かないようにということで、うんうん、安定感だけはしてるんです。それは大事なことですね。なかなかちょっとその辺がまだ分からない、うんうん、まあ、いろいろちょっと質問の方はちょっと随時、はい、していきます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、私は藤田梨工業の藤田哲司と申します。はい、よろしくお願いします。主にですね、梨といいまして、ネジのファスナー関係ですね、締結部品をやっておりまして、うん、車、自動車業関係は大体売上7割ぐらいを占めておりまして、はい、トヨタさんの下請けというような形で、そうですね、営業させていただいております。私は名前、鉄次と言いまして、鉄次、はい、まあ、鉄工屋の次男坊ということでですね。素晴らしい、わかりやすい。次男坊なのに会社を継ぐんですか？いや、長男もですね、今同じ会社に入っておりまして、うん、まあ、長男と2人ですね、兄弟で今入ってやっております。今回工場見学させていただきまして、うん、私感じたのがですね、本当に綺麗な工場で、物の置き場からですね、通路から全て綺麗に乗ってありまして、まあ、弊社の工場と比べてですね、まずね、しっかり
管理されて、OS しっかりされてる工場だなというふうに感じてです、まあ、自社に帰ってから、まあ、いろいろと勉強させていただくところがありましたという感じます。で、質問についてはですね、また、後から、分かりました。はい、はい、させてありますので、よろしくお願いします。内田工業の内田と申します。うん、よろしくお願いします。うちの方はですね、ブランコ滑り台ですか、公園の、ね、ブランコ、あ、ブランコ滑り台、別々な商品な、そうです、ブランコ滑り台という商品を作ってるのかと思ったら公園にある子供さんが集まれるような遊具ですとか、最近ですと高齢者の、まあ、簡単な健康的な運動ができるような施設というものを、うん、公園に設置するものであれば、何でも製造するす。最近ああいうので事故があるから、あんまり置かへんとか増えてきて、ね、大丈夫ですか、事業としては。協会っていうのを、社団法人の協会を作ってまして、うん、そこでも安全基準と、安全安心な製品を必ず作りなさいというルール作りから、うん、一緒に協会でやらせてもらってます。できる限り怪我はないように、ただ、まあ、怪我をしても、骨折ですとか、すり傷とか、昔からある怪我なので、うん、揺れがなくなるとか、死なないとかですね、最低限にそれだけは守りましょうというルールで、ルール作りをしました。それに合わせて製品を作っているところです。一度お聞きしたいなと思ったんですけども、はい、こういった、自分たちの、もうちょっとマイクを近づけて。今回こういうふうに受け入れていただいて、はい、行動見学の方をさせていただいているんですけども、はい、秘書さんの方で行動見学を受け入れるっていうことに対してなんか、メリットっていうのは、まあ、それはたくさんあるんじゃないですか。なんか多少なりともこの参加費をいただいているような気もしますし、もう一つはやっぱりそのお客さんに見ていただくことによって会社はきれいになりますよね。あまり汚いところを見せたいとは思わないですから、工場見学があるときに従業員は自分の持ち場を、あそこってきれいじゃなかったねって言われるのは嫌ですから、それプラスこうやって見に来られること自体、悪いところを見に行かないんですよね。良いところを見に行く。そうするといいですねっていうふうにみんなが言ってくれることによって社員のモチベーションは上がりますよ、ね。まあ、自分たちってすごくいい場所で働いてるんだっていうふうに、つまり皆さんが社員を教育してくださっているという、そういう効果もあるんじゃないですかね。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。こっちマイクあります。野田スクリーンの野田と申します。よろしくお願いします。本日は、あなたはいくつなんですか。私40です。40歳。みんなその世代の会員なんですかね。どうぞ野田さん、スクリーンを作ってるのはこんなやつ。そういうものではありません。はい、映画会社とかそういうことでも、はい、スクリーン印刷のスクリーン。ああ、なるほど。スクリーン製版というものがありまして、はい、それを使って、印刷をするという内容のものです。うんうん、プリントごっことか、あ、いやいや、イメージですね。シルクスクリーンのスクリーンですね。そうですね、はい、なるほど。でシルクスクリーンを使った電子部品製造業です。中に入ってテレビとか携帯電話とかに入ってるプリント基板。プリント基板、うん、あれのスクリーン印刷。いいお仕事じゃないですか。ただ昨今中国とか、はい、あちらの方の、ね、やっぱりお金持ってるところがどんどん投資してものづくりが設備でできる時代になってきてますので、はい、なかなか独自の技術がないと、うん、我々のスクリーン印刷の一部の工程ですので、はい、その一部の工程をプリント基板メーカーから受託加工をするメーカーです、うんうん、だからコンペティターはお客様でもありますし、はい、お客様で内製されてるところをできない工程だけを我々に依頼する、うん、もしくはできるんだけども数に対応できないとか、うん、逆に少量多品種で、うん、
そのお客様では流せれないといったものを受けて、製造してお返しするといった事業になります。まあ、事業の内容はそういった内容でして、はい、まあ、御社はですね、先ほどというか、まあ、今日お見せていただいて、まあ、OEM のものですとか、まあ、自社の生産というところで、うん、まあ、業態というか、業種は違うにせよ、まあ、業態がなんか当社と重なるようになって、はいはいはい、そこでやっぱりその、まあ、コンペティターがお客様っていうこともあるでしょうし、はい、やっぱり独自性というか、お客さんに御社が選ばれてやっていけるなんかそういうノウハウとかコツとか、うん、その取り組みとかそういったものが聞きたいなという期待を持って、うん、はい、今日参りました。そうですね、具体的な質問については後ほどまた、はい、したいと思いますけども。了解です。本日はありがとうございます。はい、よろしくお願いします。偉いな、みんな30代でこんなこと、僕30代でこんなこと考えなかったですよ。僕の場合30億でしたね。親なし、工場なし、金なし、ヘレンケラー状態。今面白い社で言ったんですけど、どうぞ。株式会社コアデザインの方。ガラスの30代。コアデザインの、どうぞ。クレバリホームの中藤と思います。あ、クレバリ、はい、ほんまクレバリ見て帰ってよ、ほんま。どちらにすぐ。そこ。あ、そう、松田ちゃんハウスですよ、本当に。松田ちゃんハウス、松田っていう子でしょ、はい、あの社長。あ、はい、そうです。新昭和の、はい、あ、新昭和、新昭和、うん、で、私どもはまあ、クレバリホームはフランチャイズですので、うん、まあ、そのめっちゃ詳しいよ、だからですよね。君より詳しいかもしれない。多分ご存知だと思いますけど、勝手に自分でスローガン作ってたけどね。My choice is cleverly って、そこ来たら僕が作った看板が家の前だった。みんなが住宅展示場と間違えるんで、住宅展示場じゃないという看板を立てました。借りるんで、はい、見てください。で、まあ、私も愛知県内で一番初めに始めた加盟店の、それはいいの身につけた。君のお父さんは本当に宝くじに当たったみたいなもんですね。で、僕自身は、実は今まだこう、まあ、うちの親も会社やってるんですけど、うんうん、ちょっと別会社やってまして。何やってんの？タイル屋をやってます。タイル、はい、住宅に貼るタイル、まあ、住宅、それはクレバリーのあんなスクラッチタイルみたいなやつをやってるわけ。ああいうの、あれは TOTO が作ってる。あれはイナックスです。イナックスさんが作ってみるものなんですけど。それと全く別 のチェーンに流してんの？タイル、そうです。マンションとか、まあ、この辺だとあれですけど、例えばそのラグーナ鎌倉とか、ああ、まあ、ああいうところの床であったりとか、そういうところのタイルの販売をしてます。タイルってなんか値段合ってないのもんやからね。あれはほんまいい仕事だと思いますよ。タイルはいいね。結構でも企画品で作れるしね。いい仕事見つけたら君は天才だ。ありがとうございます。で、まあ、ちょっと今、全く違う会社のところに、まあ、修行というか、あ、はい、その会社に勤めてるだけ。君が始めた会社じゃないの？じゃないです。なんや、じゃあ別にそこの社経営者が偉いだけ。そうです、はい、僕はただの従業員です。なるほど、はい。で、まあ、注文住宅の営業とそれから設計をやってます、うん、で、会社の立ち上げ自体は、まあ、支店、はい、お父さん支店はいくつ持ってるの？今全国に8支店ほど。すごいじゃん。それはクレバリーの中でも大きい方ですよね、8つもあれば。あ、ごめんなさい、クレバリーはまた全然違うんですよ。うちの人はクレバリーをやってるわけじゃなくて。クレバリーホームの名刺もらったよ、今。僕がそこにただ勤めてるタイプです。今君が行ってんの、ここで。あ、お父さんの家がタイル。え、そうです、タイルがタイル屋です。そういうことです。初めて分かった。逆やったよね。話あんま上手くないね、君。上手いです。本当にね、もう恋愛の話聞いたら友達切れられるやろ。結局お前はどこにおんねんそれのみたいな。そうなんです。もう少しこう、はい、論理的に話す能力を身につけた方がいいね。はい、能力です。つまり結局どっちに勤めてたんでしたっけ？タイル屋がお父さんの家ですよね。はい、はい、分かりました。で、僕は今住宅、まあ全然市とは関係ない会社の住宅で、はい、なるほど。僕の家は全部そのイナックスのスクラッチタイル、はい、もう何千枚って貼ってます。
あのタイルは使いたいからクレバリーを買ったみたいなもんですけどね。あ、そう。これ大好きっすよ。3種類ぐらい。俺途中で自分で入れてたもんね。こういうバランスで入れた方がかっこいいよみたいな。僕はモデラーなんで、はい。スメリットコーティングみたいなデザインなんで、ね。こういうのことかわかんないんですけど。とりあえず調べようか。はい、そうです。ちょっと休んで。はい、じゃあ、まあ日光商事の日々と申します。日々さん、よろしくお願いいたします。日々さんも経営者の息子さんなんですか。あ、そうです。本当に日々レッツ、なんか強しシャリバンみたいなですよね。久しぶりに復活するシャリバンだっけ。レッツと書いてる強しギャバン、ギャバン、ギャバン、そこから来てるわけじゃない。ギャバンから来てる。 あんまりレッツって感じじゃないっすね、あなたね。いや、別に今適当なこと言ってある。僕のところのクレバリーフォームを作ってるところの松坂線の田畑さんという社長さんに似てるなって思うんですけど。剣道とかやってます？何もやってないです。何もやってないです。はい。じゃあ、会社は名古屋の。でもなんかあの、まず名刺にあの、くくり仮名を入れた方がいいですよ、はい。そうですね。うん。読めない。はい。なんか、そこでちょっと会話が。人生の中でこう、はい、めっ徹底的に間違われてきたんじゃないですか、名前。あ、あったことないです。ひなひれつとか。日々までは。日々まで呼べるんですか。はい。日々列。日々列は。ああ、なるほどね。なんかこう、やっぱり名刺作ったとき必ず読めるようにしてほしいんですね。名前をね。君も読めへんやんか。加藤、照樹。光輝です。光輝、ほら読めへんやん。藤田哲司。こういう読める人の関係でちゃんと書いてるんだよね、こうやってね。うわ、もうこれもなんか読まれへんで、これ、安原秀樹。これ、そのまま会社名と同じです。あ、井原、あ、井原か。はい。あ、そうか。そのままつかみでわざと使えてます。あ、そうなんですか。なんかこう、外国の人とかみんな合わないんですかね。この英語での渡すときに英語を入れた方がいいですよ、裏面に。裏に英語を。入れすぎじゃんみたいな。すぎやろお前みたいな。どんだけ宣伝し、名刺は個人を宣伝するためにあるので、会社を宣伝するためにあるもんじゃないですよ。あ、どうぞ。レッツ。あ、すいません。もうずっとレッツ、かつレッツキッカーのレッツで行こうよ。で、会社はあの名古屋の中川にございまして、はい、で主にあの包装資材、お弁当の容器ですとか、はい、サンドイッチのフリップですとかの販売をしております。うんうん。まあ、あとはあの飲食事業部としまして、居酒屋、うわ、居酒屋列とか、列歓迎ですみたいな。いや、最初はあのフランチャイズで。なんてフランチャイズやってるんですか、魚谷。あの最初あの東京の方で第1店舗、今その業態がなくなっちゃったんですけど、Z、あの牛角ロール、牛角、あの接着剤でくっつけて焼き肉売ってるんですけど。もう、あんや来てに負けそうやーみたいな感じになってるね、今ね。まあ、牛角ではないんですけど。カレー出した時点で失敗。居酒屋、牛角のグループの、かまどかとか。え、かまどか。ちょっと、東京にしかないんですけど。なんか、かいらんよね、それね。かまどかって、かまどでええやんな。かまどか。かまどか。次、風船、かまどかかみたいな。かまどかってどっかあるみたいな、もうほとんど怪文状態ですよ。ああ、で、あなた以前はそこの店長とかしてた。やってまして、今は頼まれそうな顔してるわ、とりあえずハイボール、濃いめと言いながら、絶対濃いめ作ってこないよな、お前みたいな、っていうのをね、ほんま濃いめって、俺が濃いめわかるみたいなね。まあね、昨日も僕は初めてさ、ウォータミっていう店に行って、ハイボール濃いめってずっと言うてんの、最後まで薄めしか来なかったってか、どんだけ俺に氷食べさせる気やこいつらみたいな。もう氷なんかいらんねんみたいな。あ、ごめん、どうぞ。で、今はあの放送したい、放送したい、営業の方つまらない仕事になったわけね。そう、なるほど。はい、まあ今日はいろいろと是非今日させていただき、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ、誰だっけ、石川さんが仕切ってくれるんですか。石川さんなんか、どんなことでも。そうしました。あの本日のリーダーであります、はい、井原さんからですね、あの、トップバッターで、
願いします。なんかいいキャラですね、なんかね。あのよくいじられる。飲み屋でなんかなんかモテそうなタイプ。飲み屋だとね、男の人にしかモテないですね。ちょっとこっち系の方にちょっと声もそんな感じだよね。っていうふうに言われることあるんですが、あのまああの平均年齢の方33歳と会社の方すごい若いということで、はいはい、カンブリアにも出られたりとかいうことで、うんうん、求人なんかも、うん、この地域で地元の方だとすごく集中するんじゃないかなと、はい、まあそうですね、その通りです。で集中トレーニングですよ。まあそういう時にどうが、まあ学校で学閥があるというわけではないとは思うんですが、あのやっぱり地元の学生さんで多分取られるとは思うんです。と、うん、いうことでもない。あんまりそんなこと考えてないんですよね。あの技術職だけは全国から求人が来るんで、はい、その別に、はい、出てもいいんですよ。出ようよ、いっそのこと。どっから上がってきてるかと思うんです。そこもええやんか、そしたらどっちかやよね。出るか切るかどっちかした方がいいです。君にはまずその決断力がないな。そこ経営者一番大事な決断力なので、そのキャバクラの子ちゃん、いやさ何時行くんのみたいな、なんかあのどここれ、愛知県海富郡蟹江町。まず蟹江町。どの辺なんですか。あの名神高速の蟹江インターです。長野の西川です。いいですね。もう飲みに行き放題じゃないですか。こんなとこ住んでたらね、ほんと自由に飲みに行けない。マグロ漁船に乗ってみたいな感じですよ、ほんと。鉄板がなんで1個2000円もすんだよ、みたいな。かっこ想像。あと、どこかなんて、マイク使っちゃうて。はい。うん、まあ、自宅は、まだ街中なんで、まだ。ほんと名古屋の人って羨ましいよな、なんか。プリンセス大通りをダイヤモンドだね、とか言いながら歩けるわけでしょ。ああ、歩けます。ほんといいよな。いやだけど行き放題じゃないですか。行き放題ですけど、うん、会社の帰りにはやっぱみんな車で来てるんで行けないっていうのがなるほどねあります、うん、なんでやっぱりスタッフとのコミュニケーションは、年1回80人ぐらいで1泊で、はい、国内ですけど、うん、1泊か2泊で行きます、うん、で国内2泊いうの結構微妙やね。2日目の朝とかね。結構金額的にもう結構海外の方が安いんじゃないかと思うんですけど、うんうんうん、やっぱりいろんな部署の年齢層ある中でコミュニケーションというのが非常に大きくなってきちゃった分、うん、うちはもう本当バラバラにいってるんですよね。あのプチコミファミリーで説明したと思いますけど、はい、あの4人単位で。あの会社の宴会はありますけどね、ほとんど僕の歌を聴く会ですからね、5時から11時ぐらいまでずっとコンサートをやってるっていうか、でまあね、コンサートをインサートするのが僕の趣味です、ね、まあね、2回ぐらいはやって、各部署で宴会をやるっていう形で、今度もう一回電話かかってきたらおもろいよなって今思って、いやいやいや、ここは多分切ったら刺してくれる人たちなんで、うん、切ったら刺してくれる、逆に断った方がやらせてくれる。いやいやいや、商工会議所の、うん、あの赤社地会っていうの、赤社地会、赤社地会っていう、それはなんかあの赤社地、あの後継者、名古屋商工会議所の勉強でまた、いいですね、遊びまくってんでしょうね。いやいやいや、ドラゴンズが優勝しようがしまいが俺たちは関係ねえんだよ。シャチの暴走は続くみたいな。まあまあまあそういう時もありますけど、まあそういう勉強もしながらということで。うん、何の質問かだんだん分からないんですけど、何だっけね、電話をいつ切る出るかっていう話でしたっけね。まあ採用の方ですね。そう採用の方だから、本当にいろんな人を採用が要だって言うんですけど、僕とかそんなにねそこに難しい仕組みはやってない。何人ぐらい入れてるんですか。気によって違うんですけど、7、8人じゃないですかね。まあ、今まで100人ぐらいの会社ですから、はい、本当はあんまり、だって採用に時間取っても、僕らは別に成長するわけじゃないんです。逆に受けに来た人が成長しちゃうんで、なんか会社見学来た人に、通年試験受けできませんかって言って受けて帰ってもらいます、ね。
うん、あとはまあ地元の人たちをできるだけ雇用する、まあ、よくあの人生採用が品のようになっていう言葉もありますけどね、ないんですけど、はい、あのちょっと難しいこと言う、まあ、採用が7割とか8割っていう、もう僕はあまりそのそうじゃない人とやっているかな、まあ、あの会社で教育して、うん、そんなに採用に時間かけてないよね、どうですか。全然かけないですか、はい、くればいいやんみたいな感じ、くればいいホームって感じですよね。ほんまにあのその辺がちょっと違うんですよ、他の会社。この僕と同じ日本景品賞を取ってるネッツトヨタの南国の横田さんなんか採用に300時間とかね、本当に、うん、早く決めてもう面接とかせずに住みたいっていう、待たせたいっていうのは、そう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 、もう、うん、まあなんかみんなリクナビとかに騙され続けてる毎日送ってるなみたいな思いますけど、そうですね、まあ、エントリーだけしといてっていうのは結構多い、そうそうそう、多いですから。だから僕たちの会社は新卒者のためにやるわけじゃないでしょ。だから別にそんなに時間をかけてることは何の自慢にもならないと思いますけどね。人事部があるからあんなことになるんだと思いますけど、僕はもうなんか就職内定者を引っ張り回すような会社は好きではないです。最後の学生生活だから思いっきり遊んできたらいいじゃんみたいな、うん、なんか事前研修とかね、そういう会社に限って会社に入って全然研修しなかったりしてみたいな、本当に別になんていうか恋愛関係と同じでいいと思いますけどね、こう採用が本当にいいと思う人は残るし、そうじゃないと思う人は辞めるでしょうし、まあ、ある程度ですからうちの場合は従業員に任せてる、できるだけコミュニケーション力のある人、僕は言うことは君が今まで人生で経験した中で最も人に向けてる話を僕にして僕を笑かしたら採用してやろう、誰の話聞いても笑ってますけどね。ありがとうございます、またちょっと考えます。はい、もうじゃんじゃん来てくださいよ、もうほんともうネプリーグ的な感じで来てください、ゲームオーバーなしのネプリーグみたいな、ステージを上げるのは君たちの質問力さ、どうぞどうぞ。よろしいですか。先ほどもあの話したんですけども、はい、その影響がいないという話を伺ったんですけど、はい、あの仕事はどうやって取るんでしょうか。仕事はお客さんからいただくものなんですけども、基本的に既存のお客さんには生産管理の人たちが年間のスケジュールを押さえてますので、お客さんと話してそろそろこれ何月ぐらいやりましょうかってやります。既存の人はそれでいいですよね。新しい人についてはこちらが、既存のお客様の開発部にこんな商品やりませんかっていうプレゼンテーションやったりとか、あとはインターフェックスなんていうの展示会でやります。あとはお客さんから電話がかかってくるのを待ってるような感じです。積極的に新製品ができても新しいお客さんに売りに行ったりしています。ネットショップがちゃんとできたのもこの4月からよって、自社商品を売り出したのもこの4月からとも言えます。まあ、当社 の, あの事業の環境ですと、はい、やっぱりコストダウンということで、海外で生産をしたり、うん、あと、まあ、内製化、極力外に出さない、うん、そういった方針で、まあ、お客様の方が大体そういう形で動くんですけども、うん、そこで、まあ、我々はそのお客さんにできないもの、それから小ロットのものっていうのを強みにして、うん、やってるんですけども、うん、その本社の場合の環境としてですね、その大会社うちはね、できるだけ全部うちでやっちゃうんですよ。何からも全部やって、お客さんはそのブランドを印刷するだけっていうのがうちにとって一番いい仕事です。そもそもお客様でも作れないものを作られるという、まあそういう言い方が一番近いんですかね。だってお客さんが作れるならお客さんが作ればいいじゃないですか。うちを使う必要ない。うちを使うのはうちを使った方が彼らが勝てるからだと思いますけど、できるだけそのブラックボックスの部分を多くしてお客様がうちから離れにくいような仕組みはしてます。一番最初やってた頃はそのお客様の欲しいところ欲しいだけでやってたらすごいお客様の都合いい発注しか来ないので、だからそれだと会社は成長できない。そ
そういう仕事やってるうちに、あ、これだったら1から10までうちで作って、お客さんのブランドで作った方がいいんじゃないかっていうふうなことを考え、双方向の通信に変えていったというふうなことです。あの、OEM と言いますと、その、まあ、レシピをいただいて、それを作るっていうイメージなんですけども、そうではなくて、それもやるけども、そうではないですね。独自商品を提案するという、うん。私どもの工場でお客さんの商品を作る時点、私どもの製造開発、ただ物ができるっていうだけではダメなんですよ、薬の場合は。その実製産規模で3ロット作って、工程が3シグマに入らないといけないとか、あれやな、もうちょっとこの音を静かになるように、はい、なんかあのネジを調整した方がいいじゃん。で別に今しなくてもいいと思うけど、うん、そういうことで、そのお客さんが設計したものをうちでやること自体がもう製造開発になる。ましてやお客様の使用をもとに開発するということで、開発行為自体がビジネスになっています。ので手間仕事は絶対受けてないんです。あ、うん、だから便利屋にはなってないとか、薬自体がそう簡単に他社の工程に移せないんですよ。移そうと思ったら国の許可を取り直さないといけないし、それデータをつけないといけないし、すごい大変なんですよ。安いからこっちへっていうふうにいかない。だから信頼関係が一番大事なんですよ。つまりうちにとって大事なのは、万協製薬で加工いうか製品加工を出すことによってお客様が楽になるかどうかっていうこと。安くなるのも楽になることですが、それは一部ですよ。もっと薬事とか品質管理面とか納期対応とか、そういうのを含めて非常に細かくお客様の満足を得ることを目指しますし、一つ一つがオーダーメイド商品ですから、既製品を売ってないので、だからホテル業に近いと思います。いろんなタイプのお客さんが来て、ホテルの料理とか決まってますけどね、全部そのオーダーメイドで作って、夜中にすき焼き食べたいから、分かりました、すき焼き食べるこういう肉はいいですかみたいなことをやってる仕事、すんごい面倒くさいことやってます。だから私たちみたいな仕事をやってる会社ってすごい少ない。そうなると営業の人とかがなんかすごく必要な感じがするんですけど、というかね、だからこそなんですよ、うん、その仕事が複雑になればなるほど、一人の営業マンが説明できるような話じゃない。工場の工程を見て、ここはこういうふうにしたい、試験をこうした、専門家同士が来ないと話が進まない。まあ、よく僕はその、なぜ営業がないかという質問をこう言ってるんですけども、納期を知りたければ生産管理課に聞くのが一番いい。開発のこと言えば開発と話せばいい。嘘のないことは聞けるでしょ。ところが営業の人に一人に任せると、その人が全て知ってるわけではないし、その人の言ってることが本当かどうか会社にとってもお客さんにとっても分からないでしょ。彼は営業としての成績を上げるという第一テーマがあるので、自分の言うようにストーリーを変える可能性がある。そしてなおかつ彼一人の情報しか入ってこないとすると、お客さん絶対これをよそに売らないでくださいって言ってます。それは君のためかもしれないよね。もっと安くないと買ってくれないかもしれない。それは君のためかもしれない。あとそいつが嫌われてたら何度言ってもダメでした。だからいろんな一つの仕事をいろんな部署で携われることによって、社内のみんなが話し合うことができて、僕にいろんな情報が入ってくる仕組みを作って、複眼でのセンサーを持ってお客さんも接しているということです。あと一点なんですけど、どうぞ。あのすごくあの人作りっていうか、うん、そういったところにあの、まあ、力を入れていらっしゃるというイメージです、はいはいはい、で、うん、福利厚生費、まあ、そういったものを含めて福利厚生費というのは、はい、どれぐらいを考えるし、いや、そんな計算したことないですね。やりたいことやってるだけで、うん、これいくらだからみたいなね。その彼女とデートするときに金額を気にしますか。しないですね。だから気にしてないだから本当そのこと考えて、だって会社の月次の決算で数字が出てくる、まあ、僕とか知らせのことに利益が 30% 超えてるような会社なので、何やってもお金がなくなったことはないんです。あなたの会社は利益率は何%？
20% ぐらいだとやっぱり仕事によってはちょっと利益が厳しくなってきてるでしょう。うちは逆に利益 10% の仕事ならやらないんです。私の会社を運営するには 30% のコストがないと開発とかコストが出てこないので、だからまあそうするために自分たちの商品の比率を増やしてるかもしれない。で、まあ福利厚生、最近福利厚生クラブっていうのに入ったんですけど、それでも1年間で100枚ぐらいなんかただ本が来るだけでっていうのはあるんですけど、まあとりあえずやってみて、お客従業員に受けることを会社のお金がある間はやればいいのではないかなと。さっきの採用と同じですよ。福利厚生を何パーセントにしたら会社の社員のやる気が増えるなんていうのはないでしょ、うん、少なくとも少ないより多い方がいい。あのいや、こういった漫画でもそうですし、はい、あの旅行でも、うん、口コミュニケーション、旅行ですとか、うんうん、食事会ですとか、うん、まあ、そういった行事もかなり多い。行事も多いですね。だから結構お金かけられてますかな。そうですね、またちょっと今度調べてみましょうかね、うん、だからでも教育を外部講師に頼むよりは随分安いと思いません？どっかの先生を呼んできたら何十万って1回にかかるじゃないですか。そういう社内で各人でできているというふうなことなんで、あのそれボールペンですよね、はい、ちょっと鉛筆はちょっと使えるようにしてほしいんですよ。ありがとうんで、あの本当にそういう概念が僕にはない。従業員のお客さんみたいに考えて、この会社にいて面白くなるような仕掛けを考えている。どうせ税金で半分取られるんですよ。社員に100万使ったって、その100万は利益のから引かれて50万で済むわけですよ。だから福利厚生は全部2分の1で割ったら本当に会社が支出してるお金でしょ。はい、ありがとうございます。はい、今日来たときにですね、一番最初に聞こうと思ったんですけど、はい、うんうん、この名前は全部社長なんですか？そうですね。最近は名前呼ばれずっと呼んでますよ。最近今のサイボーグ009、あのアニメで見に行ったんで今読み直してますね。サンコミックでサンデーコミック版を読み直してるみたいな。30年ぶりぐらい、もうずっと漫画ばっかり読んでます。人生で一番長く費やしてる時間は漫画読んでる時間だと思う。あの仕事の中で漫画から得た発想でこれはやってみたっていうのってあるでしょうか？それはあの会社のチームをワンピースみたいにすればいいっていうふうに思ってます、ね、ルフィは金を目的にしてないじゃん。で、仲間を大事にするじゃないですか。こういうリーダー、クソリーダーふさわしいっていうことはワンピースから思う。いろいろありますよ。ブラックジャックからなんか冷たいけど優しい感じを学べるとかね、何個でもありますよ。長い号の作品からはラスなんかどうでもいいか、とりあえず途中の盛り上がりがあったらええねんみたいな、行くぞおーみたいな。なんでゲッターチームはあの飛行機にゲットマシン乗るときにいつも走ってくるのかみたいな、走った方がかっこいいからだみたいな。その詳しくはゲッターロボのオープニングのアニメーションとかかっこいいですよ。まあ、ほとんど漫画で学べると思いますよ。もういろんなこう企画というか、はい、会社の運営の中で、うん、あの社員さんに野球を出してもらおうだったりとか、うん、こういうことやったら面白いんじゃないかっていうのを発想を出して、はい、で、行っていくっていうのを決めているのは社長さんと。そうですね、まあ、7割ぐらい僕で3割が社員ですかね。もちろんだんだんその社員の比率が上がってきているようには思いますけど、ね、もうすでにいっぱいコンテンツが存在しているので何かをやめないと次のやつが入らないですよね。だからまあいいものは続いていくわけですから、まあ、新しく。でも彼らもやればやるほど自分の休日がなくなるわけですから、そこは難しいとこじゃないですか。何かこう新しいこうことをやろうと思ったときに、うん、はい、もうやると決めて発表していくと
か。じゃあそんなこともないですよ。聞きますよね。プチコミファミリーの海外旅行制度も社員に聞いて、こんなんいいことしてやりますかって言って、社員旅行だから半分の人参加しないと経費で落とせない。なら8割の人がやりたい。海外しかダメだし、そのプチコミの旅行で10万しか出ないから、残りない分は自分で出さないといけない。旅行の企画も全部自分たちで作ったやつをプレゼンしていって、同じ場所の原則1チームしかその年は行けないみたいな、結構難しいルールを作っていますけども、結構みんなそれの中で楽しんで成長してくれてる。なんかそういう、これはもう絶対社員が、そのプチコミ旅行なんかもそうですけどね、普通そんなめんどくさいからもうみんなで行くとこ連れてくださいよっていう風な人が多いかと思ったらそうじゃん。あとはダラソンってゴミ拾いながら走ってるマラソンとか、これなんかスポーツドリンクが1個出るだけですけどね、もう結構みんなずっと出てきてるし、つまりあんまりこれは受けないだろうというやつが続いた時は僕は嬉しい。それはもう常にドラッカーが言うてるように市場の洗練を受ける、投げ出してみて社員の参加者が少なくなればやめるでしょうし、それが続くようであればそれを続けるようにし、それは会社が考えることでも同じじゃないですか。社員に無理やりやらせたってそれは何のためにやってるんですかということではないでしょうか。社員の中にイベントに参加して義務の心しか芽生えないのであればそのイベントは失敗です。僕はいつもこう言ってます。社員の成長は仕事だけではない。社員が成長するのは仕事以外のことで、仕事以外の人から褒められた時である。そのためにもイベントは必要だと思います。あなたの会社はイベントとかやってるの？そうですね、先に爆鳥会というものを、爆鳥やる会、爆鳥会、釣りです。え、釣り、あ、釣り、はい、まあ、釣れてもないんですけど、先に爆鳥会という名前を釣りへ行くグループもあったり、まあ、社員同士で勝手にグループを作ってやってるんですけども、まあ、でも会社が主催するものでないと会社のイベントとは呼べないですよ。まあ、もしクラブ活動として会社がお金を支援しているなら会社の会と言いますか、それはただ仲のいい人が遊んでるだけのことですよ。会社に報告書が上がってこないのは会社のイベントではないので、いい会社はイベントが多いんです。なぜか嫌な奴らだったら休みの日まで会いたいと思わない。つまりイベントいっぱいあれば嫌な奴は会社からいなくなる。あ、ちょっと小山昇チックなこと言っちゃった。だからイベントいっぱい、これをもっと下品に言うと小山昇になるんですけど、僕は下品になりたくないのであんまりそういうことになってた。さっきイベントを社員全員に、このイベントをやってみるよ、やってみないっていうのを、まあ、やりたい人っていう声かけっていうのはどういう機会に？それはうちサイボーズというイントラネットがありますんで、そこでアンケートとかも取れますし、それは会社の中で毎日日々いろんな伝達をするんで、アンケート用紙に配ったらみんなに丸つけて返してもらうこともできますし、ということだと思いますけど、まあ親睦会等もありますしね、会社の方。普通に社員に意見を聞ける仕組みが社内にあるという言い方がいいかな。ありがとうございます。じゃあ次。こっちチーム行きますか。バレーボード。さっきの内田さんの質問とちょっと続きになるんですけど、そのイベントの中で、例えば社員の方で出てこない方の中にもみんないますいますよ。いるんですか。で、まあこの間YouTube でカンブリア宮殿出られた時のやつを拝見したんですけど、はい、で、まあ震災から立ち上げられて、一番最初にそういう社員のモチベーションを上げるイベントとか、こういう設備というかですね、いう中で最初にやられたことって何でした？ちょっと覚えてないですね、すみません。一番最初はこんなことやってなかったんですけど、社員に自分の考え方を全体集会というところで話すようになったのが今から8年ぐらい前だと思います。月に1回は派遣会社の人も入れて90分僕の話を聞いてもらう会をやって、今もやってます。YouTube で見れますよ、番協社員会 YouTube とか、うちのリアマツ U3 のホームページから見れますけども、テレビやってるんで、そこでやってる。常に社員に僕の本当を見せるようになってから
昔は会社の従業員を解雇してこっちへ来たりしてるという後ろぐらいの部分もありましたので、あまり自分の過去について話しませんでしたけども、だんだんいろんなことで変わってくれて、まあ、特に本当経営品質っていう活動に入ったことは大きかったですね。皆さんも経営品質、僕日本経営品質賞という賞をいただいてるんですけども、それによってすごく会社を体系的に考える、日本経営品質賞をクリックしてみてください。名古屋だったら中部生産性本部がやってるんで、あの本当に素晴らしいフレームですね。これで地域を考え、社会を考え、社員を考え、顧客を考え、市場を考え、戦略を考え、コアコンピタンスを考え、そういうことが全部体系的に、アメリカから来た賞ですけど、顧客志向のためのさまざまな取り組みをでセルフアセスメントをして外部の人に賞を取って、もう10年ぐらいこの活動をしてますので、なんかその上司から見た側は、部下から見た側に偏差があると組織がうまくいかない。社員、よく経営者意識を持たせろなんて言い方あるけど、僕はそれは無理だと思います。経営者と同じ給料を渡して、経営者のタイムカードをなくしたら、経営者意識を持てるかもしれないです。そういうやつは僕に働かなくなるだけです。でも、会社というものを全て冷徹に見たデータや考え方を共有できれば、少なくとも社長の気持ちを推し量ることができるし、従業員の気持ちを推し量ることができるはずです。こいつをこまめに地道にやる、お客さんや従業員の声をアンケートを取って不満な点を一個一個しらみつぶしに直していく、こういう誠実さがある会社は、やがて従業員が社員を、従業員が社長を信用するような、ペットを飼っている時も同じことじゃないですか。ところが厳しさだけを前に出そうとすると楽しくないでしょ。僕も楽しくないじゃないですか。緊張ばかりされたら、もっとリラックスして仕事してほしい。緊張するのは仕事をするときだけでいいじゃないですか。もっとリラックスして普通に会社へ来たくなるような、そういう仕掛けをたくさん作っている。それと同時に、多くの経営者は従業員が増えたり売り上げが増えるにつれて直接お客さんと会う機会が減ってくるので、お客さんと従業員と自らの仕事に飽きてきます。だから JC 入ったり、商工青年部に入って青春の燃えかすを常に燃やそうとする。でもどこでも使えない仕組みです。なぜかというと、彼や彼女にはやがて一人で全ての会社の覚悟を背負って生きる厳しい道が待ってる。楽な道を知れば知るほどその道に入る勇気はなくなる。だから僕がこの会社でいろんなことやってるのは、僕はこの会社に飽きないためにやってる。こんな会社やったら来てもいいな、経営者が。経営者が社員と従業員とお客さんに飽きないために万協のほとんどの仕組みがあると言っていいでしょう。一番飽きっぽいのは僕。社員には常に命題が与えられて、来たら何かをすべき仕事がある。でも経営者には何もないでしょう。経営を考えることだけ。毎日四六時中それを考える必要はないからでございます。だから、まあ、社内に好きな人が見れば別ですけどね。まあそれはそれでまた困るかもしれません。ありがとうございます。もういいの、はい、はい、次じゃんじゃんいきましょう。すいません、座ってもいい、ままでもいいですよ。なんかメモしたりするんだったら。先ほど営業が やはりいらないということになってですね、はいはい、私今実は海外営業部で営業やっておりまして、うん、自社で言いますと、まあ、お客さんのニーズがですね、やはり全然海外に出ていって、うん、海外拠点で、まあ、安いものであったり、うんうん、何の会社だっけ、ネジ屋になります。ネジ屋、はい、ネジなんてそうですよね。欲しいという、うん、ニーズでですね、まあ、自社を動かしてですね、海外進出と今進めてるんですけども、はい、こちら万協さんの方で、お客さんのニーズであったりですね、うん、どういう形でその吸い上げを行っているかっていうのを教えていただきたいんですけど、これはそのうちのお客さん60社ぐらいありますから、彼らとずっと話をします。定期的に訪ねていったりもしますし、営業がないだけで
訪ねていって開発が行ったり生産管理に行ったりしてお客さんの声を聞きます。それを、まあ、次の開発に生かしていく。そうですね。あと僕らはコンシューマーとして市場を見てますから、どういうものが売れてどういうパッケージついてどういう質感でどういう値段でっていうのはドラッグストアや化粧品店に行けばいっぱいあるじゃないですか。それじゃんじゃん買ってこい、自分がいいと思う。それについて議論をしたりします。というか僕がそうしてます。今でも試作品全部見てますし、だってそれはやりたくて会社やってるんで、お金儲けるためにやってるんじゃないですか。いいものを作りたいんです。そしてそれがヒットする仕組みを作りたい。そのためには宇宙で有名な会社と組んでやった方がいいからですね。すごい当たり前のことを言ってません。当たり前だと思うんですよね、うん、とにかく誰かのせいにしたいと思ったことは一度もない。売り上げ上がらないのは社長のせい、経営者が悪い。社員ができることはお客さんを喜ばせることだけです。いいでしょ。経営者は経営の数字見て人より高い給料をもらってタイムカードからも解放されてるわけだから、そのぐらい考えてあげないといけないと思いますけど、君たちがやるべきことはまず早く一日早く社長になることだ。これしかない。どんな勉強よりもまず社長になった。もう社長なんだっけ、まだ社長じゃないの、うん、社長親父に言ってやんない。万協製薬の素晴らしい経営者である松浦さんがこう言ってた。親の仕事を継ぐと決めたから親孝行の 80% は終わってるんだ。だから親父は俺にタダで 80% の株をくれてもいいぐらいだ、まあ、そこまでは言わないから、とにかく俺をまず代表権2人で持とうぜ。だってさ、親父の目の黒いうちに俺いっぱい苦労しておきたいんだよ。これを殺し文句にして代表権持ったら親父から代表権をどうやったら奪うかを一生懸命になればいい。どんな教育よりもそのことが君たちを経営者として一人前にするでしょ。あ、短い、これやから俺コンサルできひんねやみたいな、こんなもう絶対正しいことを言ってしまうとコンサルにならない。コンサルの仕事はコンサルを切られないことです。こんなことを言ったらすぐ終わるんですよね。あ、そうかって、僕が社長になればいいんですけど、その通りですよ、ということで、早く社長になった方がいい。もう30代過ぎてるんで、僕33で社長になりました。もっと遅く社長になればよかったと思ったことは一度もない。早く覚悟を決めた方が絶対幸せです。もしかしたら女の人もモテるかもしれないし、所長より社長の方が絶対モテる。何の質問だっけ、誰が質問したとか、君か、うん、海外事業部もやり社長になればいいじゃないですか。社長になった上で海外事業部をやる。お父さんいくつ。あ、もういいじゃないですか、そんな。普通だったら大丈夫だよ、親父。今期高齢者じゃねえか、みたいな。ほんま、会社でお金出してやってるだけありがたいと思えよ、みたいな感じで。でないと俺も辞めちゃうぞ、みたいなね。兄弟がいなかったら大丈夫です。長男いるので。うん。長男がいる。あ、そうか、社長ならないのか、君。そういえば、じゃあ、長男を早く病気にさせよう。不安なら、ささやきをいっぱい。次男って大変、僕は実は次男なんですけど、別の仕事を兄貴はしてるんで、それかわいそうやな。海外店はそれぞれやってますので、後々僕は海外を見れたらいいなと。その時はぜひ別会社にした方がいい。そうですね。うん、早く別会社、今からしちゃえ、別会社に。その方がいい、うん、兄貴とはいずれ戦わないといけない運命なのか、はい、うん、早いうちに。親父を正しく思うことを考えた方がいい。やたら飲みに行くときに親父に酒ついて、兄貴ってさ、親父の批判ばっかりしてるよね、みたいな、やらしい作戦が結構効いたりする。次男である時点で君はちょっと負けてるんで、ぜひ有利な方へ君を持っていくことをやるべきでしょう。君が、いやもちろん兄貴のために人生を捧げるという言い方もあるけど、僕はそんなこと考えたこともない。君が、俺が社長になった方がもしかしたらこの会社うまくいくんじゃないかというイメージを常に持って仕事するんです。分かる。そしたら君はお兄さんにきっと成長できるでしょ。でも兄貴の補佐として俺別の事業をやっていくんであれば、
兄貴を超えることができない。どうでしょうか。ピンボールで言うといろいろカン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 当たってる状況ですよね、今ね。兄貴とは、そうですね、揉め事を起こしたくないなっていうのはして、おう、まあ、それはそれはそうだよね。揉め事を起こさなくて、取れるものさえ取ればいいじゃないか。揉め事を起こす必要はない。ファミリービジネスにおいて揉め事を起こしても何一つ得することはない。実利を取るんです。実利。言うなれば、会社の株式であったり、有望な事業部で、それはもう君が経営者になるにはそれしかない。早いうちにずっと親父にそういう考えを言っとくべきだ。俺は社長になりたいんだよっていうことを親父にずっと言って親父を洗脳するんです。で、俺が社長だったらなぁみたいな俺だったら言いますね。一言一言ごめんごめん一言兄貴だとなぁみたいな。いやごめんごめん一言一言こんな感じをやるとどうですか。まあ、もしお兄さんだったら弟を追い出せて僕は言ってると思いますけどね。兄弟が一緒に仕事してるほど不幸なことはないよ。まあ、あと10年ぐらいしたら分かるでしょ。よかったね。じゃあ次。まず社長に早くなりなさいと今おっしゃいましたけど、うんうん、その社長になるために何か必要な、何にもない。社長になるために必要なことは社長になることだけです。あ、かっこいいこと言っちゃったなんか名言集で出したいし、現実を見よ、バイヤーない正し的な言い方で、社長になるために必要なことは社長になることだけである。もう今日この一言だけで君たちも元取ってると思います。理由も何もいらない。どうぞ続けよう。こういうことはやっとけとかそういうのは全くないと思いますよ。それもね、いっぱい恋愛しとけぐらいじゃないですか。いくつになっても恋愛できるような丈夫なような心を持つべきでしょうね。実際にするかどうかは別にして、いろんな人を好きになれる能力こそが最も経営者として使える能力、男でも女でも。だから君は男に好かれるってすごくいい才能があるわけです。でも経営者は男の人が多いから、男に好かれる方がビジネス的にはうまくいく。女の子にモテる方法は簡単です。いっぱいプレゼントを送ればいいんです。こまめにお金をかけることでしょう。この小山昇見たこと言ってたけど、小山昇的な。あ、どうぞ。すっきりしよう。すっきりしよう。でしょ。5つなの今。あなた35です。もう15じゃないですか。もうほんとね、日本の社長の平均年齢は59歳。遅すぎますよ。だから、もう一回別の家庭を 持ちたいなと思えるような器量になるときに社長になるべきです。あやその例えば。そうそう。ほんとね、絶対楽しい。僕は地震で工場を失って、三重県に新しい工場を建てれたときより、番組の社長になれたときの方が楽しかった。もうこれでも全部自分で決めていいんだ。親父と話してると親父を説得せんとあかん。うちのお父さんはあんまり理屈でものを考えるのに苦手な人だった。なんか言ったらわしは番教や、そんないろんなことやるとかあったらお前が社長になってくれ。どうしたら社長になる。なんか株を直で買ってお前が過半数以上持てば、俺より株数をたくさん持てれば会社の社長になる。だったら銀行からお金を借りて株を買うから売ってくださいって裏へな、無理やんかみたいなねなんですけど、だからもし社長になれる機会があれば一日も早く社長になった方がいい。ずっと言い続けるべき。お父さん今日話聞きに行ったらさぞかし公明で素晴らしい、日本で一番素晴らしい経営者の松浦さんが僕写真本も CD も全部買ってきたんやけど、これお父さんの分も買ってきたからさ、で2冊ずつ買ってほしいな。そうで言い続けると人間だんだん尊敬になってくる。そうかな、毎日言われてると住田容疑者みたいなもんすよ。そう言われてるとそうなってくる。
だって君らにとって得なことが会社にとって得なことだからです。なぜかというと君たちはいずれ社長になるわけだから、早くそうした方がいいんですよ、うん、だって若い社長、年いったおっさんより若い社長の方がかっこいいやんですよ。まずやる気が感じるじゃないですか、アグレッシブな感じみたいな。なんか逆にお父さんもかっこよく思われたりして、いや親父は早く社長も辞めたいってずっと言ってたんだよみたいな、全然事実かっこ逆みたいな、うん、早く死なないかと思ってたぐらいです。でもそう言ったら親父も立ち、君たちも立つやんか、でこいつ実はなんかできるやつちゃうかみたいな勘違いして、で JC ピープルに圧倒的な差をつけて、俺もこういう会最近来られへんと思うわ、だって社長になったもんって言ったら、ごめん証拠せんでも多分行かへん、君らみたいにいつまでも同窓会やってる甘い気持ちではもういられなくなる、だって俺社長になったもんってずっと言って、友達を一人ずつ切っていけ、それが一番君たちの会社を良くすると。同窓会はね、一生のうち3回ぐらい行くぐらいでいいね。なぜ毎週同窓会をやってるの、そんなに会社の金でただの酒を飲みたいのかでしょ。誰も君たちのことを褒めたりはしないよ、そんなことをして。全員ライバルです。君たちが日頃一緒に酒飲んでるやつら。手の内見せてる場合じゃない。あいつ最近 JC も出てこない、証拠会社も出てこない、何だろうみたいな。ひそかに特訓やってるらしいみたいな。え、何の特訓？経営の特訓らしい。なんか、こういう本読んでるらしいでみたいな感じでツイッターとかで拡散願いますみたいな感じです。サイン本やると御利益があるらしいよみたいなね。サイト1人が10人分ぐらいみたいな。サイト1人かける10人って。サイト10人みたいな。いいっすか。うまく社長になるのに理由など必要ない。社長になったから考えた方がいい。社長になってから、あ、ここ足りひんやんか、だそこは後から直したらいいんです。お客さんにクレームが出てから直したらいい。てか私なんてどっちかというとあなたにクレームつけたかったんですよ、ずっとみたいな、みたいな風にお客さんに思うくらいの仕事。壁紙なんか全部白でいいんですよ。壁紙にこだわるほどの広さの家ですか。このペッタンクのタイル選択したら全然この家もダメだったんですよ。リナックスのスクラッチタイルを貼らんかったらクレバリーを立てる意味なんか何一つないですよっていうぐらいの営業をやるといい。どうせ帰るんやから思いっきり言ってまえみたいな感じですかね。次行きますか。いいの？どうぞ。いいですね。何十も回ってくるから暇な、なんか遊園地行ったりまあ OEM の話にもともと入って、はい、まあ、うちの製造業の感じの OEM のイメージで、うん、あのカンブリアを実は見てました、はい、なんで本当はそこに OEM っていうのがあるんですけど、そこは使ってもらえなかったので、まあ、オリジナルデザインのマニュファクチュアですね、うん、っていうところの話の中で、あんな同じ容器作ったやつなんてそんな簡単なわけないやんか、それテレビショーですから。それを僕もなんか靴下噛みましょうかみたいなこと言ってない、タビオの社長みたいな感じでクリーム食べましょうかみたいな、でそのイメージで、はい、と思ったんですけど、話を聞いてて、うん、全然業界製薬業界に関しての OEM っていうのはまた全然別物だというふうに、うん、認識をし直して、うん、で営業いないっていう話も聞きながら、うん、ある意味、まあ、うちも営業いるんですけど、うん、営業らしい営業も実はしてません、うん、それでいいんです。もうお客さんからそうそうこういうものを作れんかとか、そうそうお客さんが営業になって、あそこ頼んだらええよみたいな、あの男に疲れてる息子のおるところみたいな、それでいいんですよ。今業態がなってきてる、広いへんなこいつサービス心ないね、たまには拾った方がいいよ本当にね、うん、そうそうそう、知らん電話には出て俺のやつには受けへんのかみたいな、そうそうそう、それでいいんです。だからもうお客さんの言うことをどんどん聞いていけば、その商売の将来性もわかるし、いっぱいお客さん持てばダメなやつ客先はわかるから、それをだんだん切っていけばいいんです。本当にいいお客さんとだけ付き合うために、
やったらいいじゃないですか。まあ、アーゴ、まあ、国内、まあ、うちの場合はもう国内、うん、その今の工場だけで行こう、うん、そう思いますけどね。外に出て管理者増やして、そう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 、海外出れば、だって海外に工場作ったら行かないから面倒くさいで、管理者行きますよね、うん、面倒くさい、管理者会社1個増やしたらまた株主総会別にやらない、ああ面倒くさいみたいな、まあ、あの立ち飲みの串カツ食べてる人見て幸せやと思えへん、ちょっと入って俺も2本ぐらい食べさせていっぱい飲ませてみたいな、お金払うからさみたいな、こんな簡単なことない、もうハイボールもう 5杯ぐらい並べといてよみたいな、もう俺別に氷なんかあってもの、てか持ってきてくれたら自分で作るでみたいなね、あのなぜ水割りは自分で作れんのにハイボールは自分で作られへんねんみたいなね、てかもうなんかあのシーバスとか持ち込んでいいっすかみたいな、もうほとんどわけわかんなく値段を取ってもらっていいんで、核って甘いから僕あんまり好きじゃないんですけどね、本当にいいやつで作るとうまいですけどね、だからあのじゃんじゃん、だから営業に頼るなという意味ではなく、経営者の皆さんがお客さんの声が直接入る仕組みを作るべきだといった方が正しいですね。なんで、まあ、その辺がすごくよく、うん、そのイメージと見てるだけの、はい、聞いてるだけの、まあ、あんなただで見てるやつやからね、まあそういう形で、うん、でまあここに来て話聞いたなんかで、あなるほどね、で逆に今の社長がやってることもあるという理解ができる、それをやらなきゃいけない、実業家って言うでしょ、経営者のこと、実業をするためにやるんで、そんなあの友達の飲みに行くのは実業家の仕事じゃないんですよ、全員ライバルだと思って、こいつらより絶対上に行ってやると言いながら、最高やお前の飲みっぷりみたいな、バンバン飲まして、もう一杯飲めようみたいな感じで、肝臓を悪くしてボディーブローを増やしていくぐらいがいいですね。じゃんじゃん戦略を褒めちぎりまくってね、お前すごいよな、なんか会社いなくても回るんだもんなみたいな感じで、どんどん会社に居つかないようにさせるという、いろんな女の子紹介したりして、あの子幸せにしてやってくれよみたいな、ある本当にあの君たちのような恵まれた後継者では僕はなかったので、君たちのような人をすごく嫉妬しているのかなと思った時期もありましたけどね、こうなっていろんなことやってくると、自分が苦労してきたことが他の人とは違う視点や考えを持っていることで皆さんにこういう話ができるということも幸せなことだと思う。だから本当は僕は経営者の人に話すのが一番好き。でも60過ぎて腕組みばっかりしてるバカに話したくはない。T ボランですね。話したくはない。さっきあの記者会見してきたんでね、明日新聞に出るんですけど、この昨日あの CD デビューしたんです、僕。さっき言ったっていう。ぜひ買って帰ってください。500円。安い。通販で1000円で売るためにね、500円にしたんです。いろいろ自分自身を育てるためにいろんな経験は後でよかったらフィギュア館を見て帰って、いろんなことをやって他の人がやってないことをやった方がいい。僕はゴルフやらないんですけど、なぜやらないかというと、打ちっぱなししたら普通のおっちゃんとおばちゃんがめっちゃうまいこと言ってるから、これうまなってもこの人らと一緒やんかと思うとやめた方がいい。今だったら三味線習って小唄とかやった方がいいって言うんですけど、何かちょっと人と違うことをやって一人になることを喜びとするような人になる。酒なんか一人飲んでる方がうまいよ、うん、この雰囲気が好きですって、どんな雰囲気やねんそれみたいな、うまい雰囲気が好き、そんなその女の子の胸の谷間見るのが好きっていうことじゃないのみたいなね、まあそれは雰囲気には違いないけどね、なんか触りたいけど触れないみたいな、あんな雰囲気が好きって言うんならわかります、それはあると思う、多いやんと思います、ね、なんかやっぱりもっと実利を取って、一人一人がスーパースターになる、まず社長が前を走らないといけないと思いますから、そうなった時にお父さんに決めるのも絶対体力があるわけ、寿命も長い、だから親父の代わりにやるから親父 の役職ちょうだい、親父があのやってきたことも、親父ができなかったことも全部俺が実現するからさ。
これでいいと思いますけど、自信を持ってどんどんチャレンジしたらいい。そういうことを君らが言ってる会に行くと、そうじゃない方向に行くところが問題なんです。先輩これどうした方がいいですかみたいな、会の綱領に書いてるこれとはちょっと違うことやってもいいですか、いやそれはちょっと今の前例なんかやめた方がいい、そんなの全部壊すのが経営者やのに、なぜリーダーになる人がリーダーじゃないことばかりやってるの。搾取されてるだけ。搾取されるより搾取されるような人になった方がいい。アプルーズよりアプローズですね。あ、ちょっと難しかった、次行きましょうか。まあこっちが2点ぐらい買ってるかもしれないあの従業員の方に常に言ってることなんていうのはありますか、はい、言ってることは嘆くより稼げ、稼げ、うん、嘆くより稼げ、冗談です。別に常に言ってることなんかない、俺って最高ぐらいしか言ってないですよね完全無欠のロックンローラー、完全無欠。社長がいつも言われることってあるんですか。あなたっていくつなのってあなたって不思議だな、あなたっていくつなのありがとうございます。じゃあ次、君なんかあの嵐のあのリーダーに似てる大野くんがちょっとない全然ないわみたいな、ない、全然ない、ないですね。爆笑問題の田中、似てる似てる似てるよ、パンツのヘロインですね。次行きましょうか。もういいよ、もう喋りたくないんですか。もうこれ漫画のこの社長のっておっしゃってましたけど、うん、少女漫画とかも読まれるんですか。読みますよ。もう東村明子先生が大好き。東村明子絶対買ってよ。今帰りにアマゾンで主に泣いてますって、シュッていいじゃん。お前買う気ないやろ今今日一番いいこと言ってんねん。ちょっと書いてあってん、シュに泣いています。そこに書いてあって東村明子、明子はカタカナ。もう絶対買った方がええ、うん、これがもう少女漫画の最高峰というか、もう全てのドラマにもなってる。泣くはサンズ東村明子全8巻まで。これ読んで面白ないと思ったら、もう君らはもう社長になれない。なったとしても二流の社長のままさ。うん、アキコカタカナ。もうアマゾンですぐググって買って、うん。本当に面白い。うん、恋愛ものです。恋愛ものやけど、ギャグ漫画です、うん。現実の漫画っていうのはイマジネーションで、発想を高めていくんです。ありえないことをどんどん考えていく。だからそれができるかどうかがすごい大事な。ビジネスは大体は想像力だ。漫画でそれを養うことはすごくいいことだと思う。安いしさ、漫画って一冊500円ぐらいじゃない、うん、こんな安くていいもんないっす。そんなのはい、漫画じゃない本とかも結構生まれて、それはなんか18禁の漫画とか、無線クラブとかそういうのを無線クラブ、うちのあの彼なんかもうエロ漫画描いてる人なんですけど、サラリーマンしながらエロ漫画、普通の漫画って普通の18禁じゃなくて、なんか備前書籍みたいな本とかそういうの読みますけど、あの後でフィギュア館行ってください。僕の書籍がありますから、本当にびっくりするぐらいいろんな本を読んでるって僕は年間200冊ぐらい買ってますよ。読めるのはその半分。野菜みたいに買えるっていう本は、でも興味が少なかったら買えないでしょ。本屋で10万使ったことある？写真集覗いて本屋で10万ぐらいって買えるようにならないとダメです。ついよ10万、1万でもきついかもしれない。あのどこやったら三省堂でいつもポイントカード持ってへんのって言うて、どんだけ何回作ったか分からへんけど、こんな変な柄のポイントカードがみたいな、あとはもう T ポイントカードについて聞くのもやめてくれよみたいなT ポイントカードもじゃあT ポイント、なんでそんな T ポイントカードばっかり持たそうとするわけ俺にみたいな
もうクレジットカードつけてくれよ、この T ポイントカード。こんなのいつも持ってるわみたいな。もうアメックスも何もいらんから、T ポイントカードを横につけてくれって。こんなの持ってるよ、みたいな。持ってなきゃダメ的な感じのところがちょっと悲しいね。いろんな本を。君はどんな本を読むんですか？僕は、今だとそういう、なんか、ビジネス書籍みたいなのを、まあ、よくではないんですけど、うん、買って読んだりとか。どのぐらいの割で買ってるの？月1、2ぐらい。ああ、今はどんなのでも。今は、途中、あの、松下幸之助のとか。あんな古臭いの読んでんのか。古臭い。もっと新しいの。それこそもう、柳井正の現実を見ようとか読んだ方がいいよ。あとはもうドラッカーの、あれ一冊持ってきてよ、赤い本。ドラッカーの本を全集すぐ買いなさい。ダイヤモンド社の全13巻。買っても3万円ぐらいです。集められる。わかった。君が読むべき本はまずドラッカーです。これこれ。わかった。ダイヤモンド社の全13巻。あ、15巻。全部買っても3万でお釣りやる。僕はもうドラッカーばっかり読んできた。本当に。書籍から何かを学びたいと君が本気で思ってるなら、ぜひこれをすぐ買いなさい。必ず君に才能があれば、ここから何かを学ぶし。僕はずっとドラッカーを読んできて、未だにドラッカーからものを学ぶつもり。まあ、僕自身が薬作ってるからドラッカーみたいなもんですけどね。あともっとなんかギャグを言うようにした方がいい。面白いことをさ、こう、だからギャグ漫画、主に泣いていますで、ね、ギャグの先生。会社でギャグとか言ったりしてる？ギャグ。ほら、ギャグ読むと何言うてんの？文句。何？あかんや、そんな。社長が人気のない会社って絶対成功しない。これからはね。20世紀はそうじゃないけど、21世紀は。あそこの社長面白いなって言われる。これで普通です。だから、東村明子とドラッカーを両方呼ぶの。かなり幅、振れ幅の広い人だなって思ってくると思いますけど、僕読みかけの本で100冊ぐらいありました。1冊ずつ読まなあかんっていうこと、そんなんやってええのは恋愛ぐらいなんです。恋愛も100人と付き合ってます。すごいよね。この間どこ行ったっけみたいな、誰と行ったっけみたいなね。地方老人です。次行きますか。もういいな。あれば言ってください。あの今の話の中で、はい、あの結構本を読むことが好きなんですけど、漫画も本も読むんですけど、うん、100冊読みかけの本っていうのを読むときに、うん、その100冊目を読みかけてて1冊目もう一度ちょっとこう途中から読むっていうことです。そういうこと、そういうこと。ということはその時の本の内容っていうのは、これがね、すっごく忘れてるんですほとんど忘れてるっていうかね、びっくりするね、人間。だって同じ本何冊も買ってる。デフレの正体3冊あったわ、これ。正体見っけみたいな。もうほんとね、漫画だっても同じの分かれへんやん、この奇妙な冒険とかさ。ほんまもう。もう分からないんですよね。これ読んだか読んだ、宇宙兄弟何巻まで読んだっけみたいな。店の人に。さあ、みたいな。とりあえず発売日だけ教えて、みたいなね。そんな感じですかね。だからもうそのまま本棚に行くやつもあるし、もう大事なのは一生のうちにまた読む機会があるかもしれないということで、その本を捨てずに置いておくことですね。やっぱりあの本を買われて、本を洗濯して家にも買って持って帰って、洗濯って洗うことじゃないよ、洗濯して買って持って帰った時点で本を買った半分ぐらいの目的が終わってるぐらいのものですよ。だからあのブックオフに売ってるやつが最低ですよ。じゃあお前の写真も全部ブックオフに捨てろみたいなね、
これはお買い取りできません、当たり前やみたいな、AKB の写真ならともかくみたいな。どうぞ。本を自分もこそこそこ買って読んだりとかするんですけど、うん、まあ、大体2、3冊まとめて読んでいて、1冊目も内容を忘れてるんで。それでいいねって。はい、うん、読んだと思うことが大事です。何でも言う、勝った時点で5割の目的を達してるんで。なかなかカートップ勝った時いつも思わへん。次はこれが出るでも何回も聞いてるよ、その話。でも勝っちゃうやんか。でもカートップ何割読んだっけって思わへんやんか。でしょ。本をこうなかなか置いておく場所がなくなって、だんだんこう、それはまずい状況ですね。自分が最終的に読んだ本かどうかっていう。え、ちょっと待って、誰と住んでんの、はい、自分が読んだ本かどうか分かんなくなるけど、なんかこう、なんかこう、これ読んでみたいなと思って買ってくるんですけど、はい、途中まで読んでたのか、それとも読み終わった本なのかが分かんなくて、いいままこう、なんか言ってしまってる場合もあって、うん、それでいいんじゃないですかね。今のお話で僕はだから自分が読み方の本が部屋で探せなくて、もうその本、本屋で買ってる時ありますから、だからクレバリーさんが今度増築することになった。本を全部なんかダーッとこう並べておけるなんか痴漢犯人の下着を並べてるみたいな感じの部屋を作るんですよ。本の上に寝ようかなみたいな。なんか全然気にすることないですよ。全ての本捨てて僕の本を読むべきでしょうね。本当にいい本なんですよね。ぜひ Amazon に5つ星で書評を書いてください。ちょっと本日に聞きたかったので、ありがとうございます。お答えできるかしら。じゃあ、すみません、私の方からどうぞ質問させてください。3点ほどございまして、どうぞ。まず1点目なんですけれども、先ほどからの松村社長恋愛の話が出てるんですけれども、うんうん、松村社長個人どういう女性がタイプでしょう。ここに座ってる2人のノロ君や高島君みたいなタイプですね。結婚したいと思ってます。性格的に言うとどういう性格的に、まあ、一人はおとなしめで、一人はどうしようもないぐらいはっちゃけた悪い女っていうことでしょうね。まあ、そのどちらも捨てがたいですね、これはね、うん。一緒に泣いてくれる人か、一緒に励ましてくれる人か、ね、というか僕はね、女性にあまりモテない。なぜかというと、女の人よりたくさん喋ってしまうから、ね、こういう人ダメなんですよ。大体こうタバコとかさ、こうなんかこううーんって感じでシュッポみたいな。それで、これ5分ぐらいかけてできたら、もういいと思わへん。曇りガラスの向こう、雨の街みたいな感じでしたよね、みたいなことを入れてしまうから、なんですか、曇りみたいな。テロ。うん。前から似てますよね。瀬川英子、今似てた。曇りガラスの向こうは、雨。うまいか、あれレコード押さえてた最初みたいな。その何の人、どんな女の人だから、そのとにかくね、本当にダメなんですよ。僕は自分の興味あるものがいっぱいあるでしょ。女の人が好きな男の人は自分のことに興味を持ってくれる人。僕は自分のやりたいことがいっぱいあるから、そこは本当に女の人に、僕は学生時代の時すごくよくモテてた子はどうしてたかというと、僕とずっと話しながら別の女の子と電話で話しました。そう、すごいね、みたいな。で、なんかその言葉が合わへんとこが僕に筆談して、ここみたいな。ああ、なるほど、なるほど。こっちもだんだん合わせてくる。今喋っちゃうと彼女との話があれやから、みたいな。で、だんだんこっちも筆談して、そこはもうこの子の言う通り、うなずいた方がいいんちゃうかみたいな。
その根気がいるんですよ。だから、まあ、本当にそういうことをしたくなる時もありますけどね。あの最終的にはいろんな運動会に出ないといけないだけだと言い聞かせるわけです。あの子の時の方、この時の方が一生懸命走ってたやんかみたいなと言われていや、ただでさえこんなに運動会はしごっすよ今日みたいなね、そういう感じになる。きついっすよね、これが30代ならまだしもみたいな、50になってもこんな50人とはいかないよねいや、もっとどんなことでももう女性関係で苦労してるみたいだから、うん、とにかく瀬戸内寂聴の CD でも聞いた方がいいじゃない寂聴か寂聴かどっちなんですかね。うちは一応寂聴企業なんですけどみたいな今日から先生の話聞いたんで寂聴企業ということにしますみたいな、うん、そうって言うからもっとどうぞ。ですね、あの今度はですね、男性女性問わずですね、はい、過去に出会われた方で、うん、この人はこういうところが良かったっていうなんか記憶に残ってる。そんなにいっぱいありますよね、そんなのは。もう一人一人にやると言ってもいいんですけど、一番いいのは僕の歌を聴いて拍手してくれてる人の顔が一番好きですどんだけなるちゃん憲法みたいな、なるちゃん麺作りって感じだよね麺太すぎて全然落ちないわね、ほんま。じゃあ、まるちゃん製麺か、麺作りの方が絶対おいしいよ、ね、昔ながらの中華そばの方がおいしくて、製麺っていうかさ、最近のインスタントラーメンの麺の太さが気に入らないっすよ。きしめんになるぞ、このままいったらみたいな。うん、まあ、きしめん家で作るやつ食べたら、もうどんだけ戻すん大変かね。もう、団子ちゃうん、これみたいな。だから、そんなこと言われても、逆にあなたの場合は聞きたいですよ。どんなことですか。例えば、うん、何か決断をするときにですね、うん、こう、アドバイスを受けたとか、そういうそう今プッと思い出すのは、うちの奥さんがよく言ってた、僕はおもちゃをいっぱい集めてるんで買おうかどうしようかっていうのを悩んでたら、これを買えばもうその悩みってなくなるよ。そうですね、確かに買えばもうそのことですよ、考えなくていい。だからここから僕が得た教訓は、やってからする後悔、やれずにする後悔の3倍価値があるっていうのを考えて、悔やむならやってから悔やむ、ああ浮気するんじゃなかったなみたいな、でも気持ちよかったからいいじゃないですか。じゃないですか。ちょっと奥様の話を聞いたんですけれども、うん、奥様とはちょっとだけ大学生のとかですね。なんか大きな失恋をしてすごく失意のうちで街を歩いてた彼女が自転車乗ってこの僕の前通り過ぎたのでつい追いかけてしまう、いわゆるストーカーですね、はい、それが引っ掛けるストーカーという言葉はなくてよかったなと思いますね、当時ね。まあ、今じゃもう無口な下宿人ですけどね、これいただきますみたいな人一人ごとをして職人おやすみなさい、もう無口な下宿人、会社でもいっぱい喋ってますけど、家帰ったらもっと伺ってますよ、いろんなことは。テレビつけていいのかな、ダメなんだなこのおかず食べていいな、ダメなんだなみたいなね、そっかそっかそっか、早く自分の部屋に戻って漫画読みたいという欲望しか持っている次も女の話前の職場でちょっと松田社長存じ上げてたお、何どこにいたの？あ、客経営者です。あ、ロケでもない、いや、シーズンの方のシンクタンクだよね、それね、うん、で、その時からですね、メンバーまで情報発信とか担当してたんですけれども、うん、石川君ってバカ、君が石川君やん、はい、そうです。このなんかぶったことばかり書いてた人やんか、
三重大に来てた坊ちゃん。あ、三重大です、はい。そうなんや。なんか山口にずっと医師会にあのちょっとぶったやつ、この年賀状の話ってすごい話があって、なんか年賀状間違って来たよ。で、そのなら見たらなんか同じ名前で同姓同名の大学教授がいた。それでその人にそれを送るとき電話したら、なんかいろいろ経済の話ができましたみたいな。なんやこのなんかこのあのクッションボール利用した玉突きみたいな会話はみたいな。これってお客さん読んでどう思うんかなっていう。あ、君が石川君か。うわ、すごい、はじめましてです。君やったんや、山口ずっと言ってたよ。石川のあのメルマガは KY やって言うたら次の話言いにくくなら、どうぞ。え、なんで辞めたの？パワハラで。いや。もう、服部さんの眼鏡が曇りすぎてる。曇りさんがどもりすぎてる。山口のゆかりのあの胸しかいいところがないもんなんですけどね。杉浦の化粧が怖すぎる。まあ杉浦ももういないけど、みたいな。すみません、ちょっとわけのわからん話。そうなの。え、ほいで今ここにいるわけ、中3代。はい。ちょっとお会いください。ちょっと、出たって、山村さんや。うん。書きの例やと思うので、CD 聞いてください。はい。松浦社長、情報発信に力を入れてらっしゃるんですけれども、うん、カンブリア宮殿に出られたとかですね、うん、CD とか、うん、と本を出版されたとか、はいはい、そういった狙いっていうんですかね。狙いはただ一つ、僕はミステリー作家になるまでの道筋です。ネジの話が出たけど、僕はネジ屋の主人の推理小説を今度書きます。中小企業社長探偵。ネジ屋で全然もう、こう、ダンピングにあって儲からへん中小企業とネジ屋が。出張で商談の度に殺人事件に巻き込まれて、商談の時間まで解決するという連作ミステリーです。これでガリレオをやっつけてやろう。そうするためには、なんかこのミステリー、あのビジネス書から出した方が近いというふうに。あと目標としては、60歳までに紅白に審査員とプレイヤーの両方で出るみたいな。そういうイマジネーション。ディズニーで作るスターウォーズ、俺脚本書かせてくれというためになんかいろんな賞を取っていきたいみたいな。文章を使って何か表現することをやりたい。でも会社経営をやっていると、そこの目でしか見れないでしょ。ランクの会社でどういうことで、どういうことやってる社長さんで、みたいな。中小企業の社長の割にはばっかり言われる。でも、しばれうたろうそんな風な目で見てる人はいませんよね。中小企業の経営者じゃないか、芝さんだって。まあ、東野圭吾だってそうだ。もう人間として見てもらえる。僕らだけは人間として見てもらえない。ここはすごい残念に。だからアーティストとしてどうしたら見てくれるかということをすごくちゃんと考えて戦略的にやっているんですよ。だからこの日本の協会マネジメントセンターで出した核があるから、中継出版には、ね、中継出版にも中継出版にも核がある参考書出したいんかみたいなっていうことかな。なんか、ね、一つのキャリアとしてきっちり積み上げていこうと思って、 CD もだからちゃんとジャスラック登録した全国発売できる仕組みにして iTunes でも配信しますんで、滝に来たと買ってね、150円、絶対買わない。今度まず今日これ買って帰って、これ買って帰っていい曲か確かめた方がいいと思う。iTunes で買ってみたいな。そういったら iTunes で勘弁やな。でもこれは iTunes で入ってないいろんなバージョンが入ってるから、 iTunes で出るなら2バージョン、残りの5バージョンは音しか入ってない。ちゃんとあの iPod 入れても字が出るようにしてあるから。うん、何の話だっけ。iTunes、 君を iTunes みたいな。石川君はだからもっとなんかリラックスした人生を送った方がいいんじゃない。あ、そうですね。うん。奥さんとうまくいってる？いや、まだ控えてるんですけど。え、独身いくつなん？あなたっていくつなの？今36です。36年。そうなの。もっとこう
むちゃくちゃに来た方がいいと思うね、俺。ほんま、君にいつか会える時があったら、それを言ってあげようと思ってたんよね。ありがとうございます。真面目は人を幸せにしない。その結婚相手の人は、君の真面目なとこ好きって言ってくれる？そこまでは分からない。え？そこまでは分からない。分からない。そこまではいいっていうことだいたいさ、女の人がいいと思うのは男のダメなとこなんです。ダメなとこ見せてます？ここですよ。だから、子犬でもお腹を出す行為されたら、その腹蹴れる人ないでしょ。住田容疑者でも蹴れるかどうかわかんないですよね。だから、もっとこう、ダメなところを出した方が、だって楽でしょ。君の生き方はちょっとこう、しんどいやん。だから、この子のメールマガずっと読んでたんで、だから、もっとリラックスした方がいいんじゃないですか。もっとこう、デリヘルガイ。そっち、飛びすぎましたね。健康配達してくれるんだね、みたいな。関心事情を強化した方がいいかもしれない。みんな頭のことばっかり考えるけど、そんな話って実は記憶に残んないんですよ。今日も社員と言ってて、一番記憶に残ってるのは、付き合ったけどセックスできなかった女の子のことじゃないだろうか。あれ？そうなの？考え込むね、君たちね。フォーエグザンプルやんか、そんな。ごめん、石川君、あとの質問なかった。松浦社長は今、当然社長なんですけれども、後継者育成だとか、そういったことを考えて、だから社員を教育し続けてることが僕の後継者育成だと考えて、次に社長になるから、社員の誰かからそれを、その時が来た時に選べばいいと思いますけどね。それは僕の死ぬ日が分かったら決めれるけど、まだ死ぬ日が分かってない。そのですね、もう少しは社長をやった方が本が売れますからね。現役社長のみたいな。山田さんもあの未来行動の社長が亡くなったら、やっぱりちょっとこういまいち思い出話だけになっちゃうじゃん。よし、絶対抜いてやろう、人形劇やろうがみたいな。まあ後継者はその社員の中から気まぐれで選びますみたいな、いや、気まぐれ、まあ、できるだけ僕の用事をちゃんとやってくれる人じゃないですかね。社長になると俺の用事やってくれよみたいなこと言いたいじゃないですか。今から頼みたくない人に社長を任せたくないですよ。そんなもんじゃないですかね。まあ、一番いいのは恋人を社長にできればいいですけどね。打ち合わせといたら全然違う打ち合わせばっかりやってたら、たまには会社の話もしようね、みたいな感じだ。ヒーローっぽいよね、それね。たまには会社の話をしようね。だそれ。時々雲と話をしようみたいなこと言って。意味が違う。私なんか以上です。あ、ありがとうございます。じゃあ、このなんとかちゃん。なんか思いつきました。井原君。全然ちょっと話が。本当それちゃいますけど、はい、社長お酒も飲まれるっていうことで、飲みますよ。タバコは、タバコは吸わない。で、まあね、製薬会社さんなんで、まあ、スタッフさんもみんな健康に気を使ってるとは思うんですけど、うん、今って喫煙率ってどれぐらい？何パーセントぐらいだろう。7、8%。1割はないよね。ね、うん。何人ぐらい吸ってる？10人いないと、うん、1割は切ってるぐらいです。一応やめるプログラムやるんやったら会社で全部お金出すんですけどね。あ、そう。タバコをやめるとなんかもう人生が終わるっていう人もいるんで。ああ、中にはね、うん、そこまで仕方ない。タバコを吸ったら肺がんになる確率っていうのもちょっと明確じゃない。人間は長生きしたら全部がんになるって死ぬんで、だから60で死ぬぐらいの器量があれば、どれだけタバコ吸っても大丈夫だと思います。だから喫煙所も設けてます
僕はあまり好きではないですけどね。それだけのこと。まあ、吸うか吸わないか、もっと違うものを吸いたいですね。それはいいんですけど、いいんですか。さ、そのもちろん、皆さんのロコモーション。吸いたいんですけど、スイーツです。まあ、うちの会社の場合は半分ぐらいが喫煙するんですから、まあ、黙々ファームやな。黙々ファームで、まあ、製造現場はどちらかというと鉄工所は断崖。職員さんも仕事中にタバコを吸う。いや、仕事中は昔はあったみたいですけど、今は休憩時間という形にはもちろんなってますけど、それでない。で、まあ、どれぐらい吸うのかなっていう。1割よ、ね、1割。僕はできるだけ吸わない方がいいとは言ってますけどね。君とキスした時にタバコの匂いが嫌になるじゃないかっていう。あ、なるほど、わかりました。ありがとうございます。たわいもないですが。たわいもないです。いやいや、もういいですか。もういい、十分話できました。はい、どうも。まあ今日2時間長時間にわたり、はい、大変貴重なお話で、ありがとうございました。非常にざっくばらんに質問というか談話させていただきまして、はい、その中で一つ二つ、はい、一つ二つだけか。ちょっとやな、30ぐらい答えて一つ二つ。子供らやでということで、はい、まあ、真面目な中でいろんな話、脱線をしながらでも、はい、いろんな視点から話を聞くことができて、うん、非常に今後、はい、早く社長になることを目指して。そうですよ、多分皆さん頑張る、うん、今日の一番のいいことは、社長になるための理由など何もない。社長になる理由は社長になることだけである。ということで、皆さんこれから頑張って多分やっていくと思います。今日本当に貴重な時間もありがとうございました。ぜひ僕の本日の CD とか買って帰ってください。もしサインが必要ならサインもしますので、よろしくです。売る気満々な感じがいいですよね。ああ、じゃあ。